きっかけは中学校の時の部活の顧問の先生がとても熱心な方で、スキーのサポートをすごくしてくれて、ですごい助けられたんですよ。それで私もこんな先生になりたいなと思って教員を目指してます。文理学部の体育学科を選んだ理由は、教職の授業の方に特化していて、専門的なスキルを身につけることができると思ったので選びました。とコーチング学やトレーニング演習などは私は好きな授業です。怪我の予防処置などについて学んでいます。体を動かして動かす授業なので、そういったところで友達と一緒に授業する、楽しく授業できてとても楽しいです。生徒とのコミュニケーションを大切にして、何でも相談してもらえたり、気楽な話ができる、そういった先生になりたいなとは思います。